本日もご視聴ありがとうございます。和歌山県の白浜駅に来ています。停車中の列車は289系の特急黒潮です。向かいのホームには227系が停車をしていました。今回は特急黒潮で終点の新大阪まで向かいます。ご視聴よろしくお願いします。今回はグリーン車に乗車をします。座席配列は2プラス1となっています。とても快適に移動ができそうです。それでは白浜駅を発車します。それでは車内を紹介いたします。回転式の大きなフットレストがついています。座席から取り出すタイプのテーブルです。可動式の大きな枕がついています。上下に動かすことが可能です。大きな窓には横引きのカーテンがついています。特急黒潮が走行する紀勢本線は海が近いため津波対策が施されています。避難用のはしごです。乗車中の列車はパンダ黒潮のため指定席はパンダ仕様です。まもなく紀伊田辺に到着します。紀伊田辺駅に到着をしました。紀伊田辺は世界遺産熊野古道の玄関口となっています。列車は間もなく御坊駅に到着をします。新宮始発の特急黒潮ですので水部駅は通過します。御坊駅は紀州鉄道との乗り換え駅です。紀州鉄道は営業キロが 2.7 キロのとても短い私鉄となっています。岩佐、藤波、美濃島などの特急停車駅を通過し、間もなく列車は海南駅に到着をいたします。和歌山マリーナシティへはこの駅からバスが出ています。海南駅付近になると街明かりが目立ち出しました。列車は間もなく和歌山駅に到着をいたします。和歌山県の玄関口和歌山駅に到着をいたしました。猫の駅長で有名な和歌山電鉄線との乗り換え駅です。この駅から阪和線を走行し大阪環状線方面へと向かいます。この周辺となると大阪方面へ通勤されている方も多く、街並みがとても明るくなります。列車は間もなく日根野駅に到着をいたします。天王寺方面へと向かう普通列車と並走し、列車は日根野駅に到着をいたします。この駅で普通列車の天王寺駅と連絡をしています。日根野駅は関西空港線との乗り換え駅です。列車は日根野駅を発車します。特急黒潮36号はこのまま阪和線の各駅を通過し、一気に天王寺駅まで向かいます。列車はゆっくりと天王寺駅に入線をいたします。大阪南の拠点駅天王寺駅に到着をいたしました。大阪環状線、大和路線、近鉄線、地下鉄線などとの乗り換えが可能な拠点駅となっています。列車は天王寺駅を発車します。向かいのホームには間もなく廃止となる201系が停車をしていました。列車は新今宮駅を通過します。列車は大阪環状線の駅をすべて通過し、終点新大阪まで向かいます。大阪環状線の車窓はとても都会的な景色が広がっています。天王寺から大阪方面へと向かう列車はとても混雑がしているので、この区間で特急に乗るのもありなのかもしれません。
この付近から大阪環状線を少し離れ、梅田貨物線を走行しています。向かい側の工事中の場所は旧梅田貨物駅です。梅田貨物駅の跡地は大阪駅の一部として梅北エリアに開業します。この駅が開業すると大阪駅に黒潮はるかが停車可能となります。この駅が新たに開業する浪速筋線の起点となる駅です。列車は終点新大阪に到着をいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。